日本人の誇りよ。いい言葉だったに。あんな粋なこと言ってのける娘がまだいただにとは。貴様は美人には目がないからな。ああ、やっぱに。鴨川も可愛いと思っただにか。あそこにいたってことは剣闘見に来てたのかな。また会えるといいだにな。助けてください。なんだに。君は昼間の。その娘を放ってやれ。逃げる。さあ、アンダーソンは言っている。緊張感のある日々を失い退屈だ。退屈を埋めねば殴りで退屈を埋める方法、それは日本人の。男は殴る、女は抱く。止めるな鴨川、猫だ。抜くから。今のはまさか今のがクロスカウンター。自分はミゲル・ゼールという。安心したまえ、勇敢な日本人よ。アンダーソン軍曹は満足した。まだいたんだにか。てめえ、信じてほしい。アンダーソンの姿がアメリカ人の全てでは。それからもう一つ、くれぐれも仕返しなど考えないことだ。剣闘とボクシングは違う。君たちでは勝ち目はない。10年どころじゃねえ、100年進んでる。